あの、もう一個最近その、買、い物シリーズで行きますと、あの、以前このラジオで、あの、覚えてますかね僕、絵に、絵に、絵に、ちょっと興味あるみたいな話をちらっとしたんですよ。<laughs> <laughs> えいいなみたいな。<laughs> それで、その、カットっていう雑誌で、タイガーと二人で、タイガーって俳優と二人で連載をしてるんですけど、 で、いつもそこで企画会議をするんですけど、そこで、タイガーと喋ってたら、あ、俺も絵に興味があるみたいなんで、二人でずっと行きたかったね。<laughs> アトリエにね、行ったんですよね。でまあまあ、その模様はもう雑誌で出てるんですけれども。だからその雑誌を見ていただいたらね、僕はどんな絵を買ったかは見れると思うんですけれども。あの、まあでも心躍りましたよ。初めてそんなアトリエみたいなも、ね、 行きましたしたもちろん日本のアーティストのものだけじゃなく世界のアーティストの人とかこういっぱいあるわけなんですよもうでっかいものも小さいものもでちょっとしたその置物みたいなとかもあるしでそのディーラーさんの人とかと喋ってたらなんか偶然こうなんかニューヨークであの絵を描いてるなんか若いやつと出会ってでそいつと喋ってたら仲良くなってでお前の絵を貸してくれやでうちに置いたみたいなうわなんかそういう なんか、いい出会いっすね、みたいな話も結構面白くて。んで、あのー、僕がその、アトリエのなんかサイトいろいろ調べてる中で、うわ、これいいなーって思ってた絵があったんですよ、そこに。うわ、これやと思って。ただですよ。この後に来るのは <laughs>。 ただですよはい皆さんなんとなくねあんまりここお金の話をするのもあれなんですけれどもまあまあ値段がねその20万円だと <laughs> <laughs> またこれがねそのなんていうんですか100万以上とかなんか何千万とか言われたらいやいやいやもうそれはってなるんですけど20万円かいやでも <laughs> そんなね、二十万円の絵を置けるような家にも住んでないですし。<laughs> うーん、ま、あその、何ものすごくよく言うと財産にはなるし。<laughs> とか、なんかちょっとそういうのも、うーん、いいかなーなんて思いつつ、よしと。これはちょっと <laughs>、人生で初めて。まあ、そうそうある機会じゃないですよ。 そうそうある機会じゃないです。高価なお買い物ですよ。ええ。あの、買いましょうと、思い、で、レジの方に行ったんですよ。で、あの、財布からこうね、カードを取り出して、渡そうかなって思った時に、なんかこう、自分の中のその、やっぱ金銭感覚ですよね。本当に、おい、菅田出していいのかこのカード <laughs> カードでいいのかっていうのもあり。なんかこう、なんか自分の中での折り合いがその後、し、しばらくね、俺の中のなんか天使と悪魔みたいなのが分からんけど、なんか喋って、結論として、なんか分からんけどちょっと現金おろしてきますつって。その日ちょっとお待ちいただいていいですかその日土砂降りの雨の中。ピ <laughs> <laughs> ビピピピピピピピ。 おーお,ーおー、二十万 <laughs> いやほんとにあのあれですねあのコンビニの ATM とかの横のあの袋を俺初めて使いましたわ <laughs> あれ <laughs> 置いてあるでしょこれいつ使うんかなと思ったけどこういう時に使うんやねあれ <laughs> でそれもう握りしめていってえー、あの自分で1枚2枚で数えて で、ご確認くださいって,て店員さんも1枚2枚で数えて、ね、10枚単位でこう折ったりするんですね <laughs> <laughs> っていうのが、ね、ありましたね、えー、まあその横であのタ大我は普通にカードで買ってたんですけど <laughs> 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 まあまた人それぞれねあれなんでしょう、ね、いやーちょっとねでその後、父からメールが来ましてカード明細みたいなのがいろいろ来て。 最近お前ちょっと「使いすぎちゃうか?」っていう <laughs> ちょっと怒られたんで反省しました。<laughs>